今ちょっと低いところ行って、もっと一番最初に始めた。まで、低い方の発声でちょっと戻ってきました。ここからちょっと上がってきますからね。ここで、一応簡単に呼吸法と、それから、歌を歌う時の姿勢についてちょっとお話ししてみたいと思います。まず呼吸法なんですけど、僕基本的にそのポップスの場合はあまり深刻にこだわらなくてもいいと思います。基本的に腹式呼吸ができていた方が楽ですけど、でもポップスでね、 J-POP でもヒットしている人でなんかそんなに腹式呼吸にこだわっている人なんてあんまり感じたことがないじゃないですか。発声法にはいろいろありまして、まあ、もちろん皆さんがよく知っているようにクラシックの人たち、ベルカント唱法だとかドイツ唱法だとかありますけれども、まあ、例えばベルカントの場合も本当にその解剖学的にね、横隔膜がどこにどういうふうについていて、そこをどう使って呼吸、なぜかというともう本当に体全体を楽器として響かして、ね、1000人2000人の大きいホールでもマイクなしで、まあ、音場はもちろん考えられてますけど、マイクなしで、ちゃんと最後まで声を届けるっていうのが、クラシックの人たちのもともとの発声法の原点ですから、そこは今マイクを使うポップスとはちょっと全く別だなと思っていただいていいと思います。で、僕は特にそんなにこだわらないんですけれども、ただ一つちょっとやってほしいのは、発声練習の時だけですよ。発声練習の時だけ、これよく歌を歌う時もその発声練習の時のままで鼻でブレスしちゃってちょっと先生に怒られるなんていう人もいるようですけれども、これは発声練習の時だけにしてください。口を閉じて鼻から息を吸ってみてください。もう一回やってみましょう。口を閉じて鼻から息を吸います。まあ、今ちょっと分かりやすいようにわざと音を立てましたけれども、できるだけこうスッとスッとします。で、口で息をする時よりもであとは普通に自然に鼻でブレスをしている時ですね、呼吸している時、そんなに意識したことがないと思いますけど、このと発声の合間にするときって一瞬でこう息吸いたいじゃないですか、できるだけたくさん。その時に口を閉じてるとやっぱりかなり負荷をかけて吸い込まないと、息苦しくなってちゃいますね。なので発声練習の時は、発声練習の時だけですよ、口を閉じて鼻からブレスしてみてください。そうすると自然に腹式呼吸ができてくるんじゃないかなという、その程度で大丈夫です。クラシックの場合は本当にちゃんとまず呼吸法からちゃんと作っていかなきゃいけないんですけれども、ポップスの場合は大丈夫、口を閉じて鼻から吸うだけでここに結構息がたまります。おへそから下の部分ですね、おへそから本当に恥骨の上まで、ここ全体で、息を吸う意識で、ちょっとやってみましょうか。口を閉じて鼻から一瞬で吸いますよ、せーの。さあ、お腹から下のちょっと手を置いとくといいかもしれない。ワン、ツー。いきますよ。ワン、ツー。ワン、ツー、スリーで言います。ってみてください。ワン、ツー。ワン、ツー。で、フォーでプレパレーションですね。はい。そんなタイミングでちょっとやってみましょうか。これ、ドレドレドレミファソファソファソファミレド。ワン、ツー、スリー、フォーですね。ここ早くしないといけないで。でこの間にしっかり息を吸ってみてください。はい。それから立ち方なんですけど、立ち方もあれですね、全然好きに立ってていいと思います。ただこんなんだったりこんなんだったりすると格好悪いじゃないですか。だから自分の、かっこよく見えるポジション、例えばなんとなく左足前にこういった方が気持ちが入るなとかいう人は全然それで大丈夫だと思います。ただし高い方を支えるときにまっすぐ、こういうふうに立っているとちょっとここら辺の緊張が取れにくい場合、なんとなくこういうちょっと横から見るとここ腰がですね15度20度ぐらいちょっと、で猫背ですね、
そうするとね、ここの筋肉を弛緩するじゃないですか。ちょっと柔らかくなりますよね。こういう感じで発生、首もそうです。首も割とこうちょっと顎突っ張っちゃうとここら辺の筋肉緊張しちゃうので、ここもなんとなくで、手はもうブラーンとしたり、時々こういう姿勢で発声してみるのも大事なので、これもおいおいやっていきますね。今日はまずベースになるこのドレドレドレミのソファソファソファミレドを使って、ちょっと高い方の音も出してみます。はい、それでやってみましょうか。高い方いきますよ。ワン、ツー、アです。今ドからソまで上がってきましたよ。ここからスタートして今ここまで、はい、ここまで上がってきました。ここで5度ですね。1度2度3度4度5度ですね。5度音程ですけれども、5度上がりました。ここでもやっぱりドレドレドレミファ、本当は違うよ。ソラソラソラシドレドレドレドシラソの音なんですけれども、これもボーカリストの場合はドを移動させたって考えると、ドとレの間が全音ですね。レとミの間が全音ですね。ミとファの間は半音ですね。ファとソの間も全音。ソファ全音、ファミ半音、ミレ全音、レド全音なので、インターバルとしては一緒ですね。全音全音半音全音なので、本当はソラソラソラシドレドレドレのシラソなんですが、ここも移動度で考えるとドレドレドレミファソファソファソファミレド成立するぞということなんですね。厳密に言うと違うんだっていう説もあるんですが、それは楽器にとっての音色の問題だったりなんかするんですね。ロジカルでその周波数で考えてみると、どこでも一緒なわけなので、論理的には、移動度という概念も成立するんだってなんとなく覚えておいてください。また後で説明します。はい。ここまで来ました。で、ここからドレドレドレミファソに行くと、このソの音は高い方のレです。大概今の女性はここら辺まで地声でパーンって、当てていけると、大体ミュージカルのソロでかっこいいところも、ここら辺がうわーっていけるとちょうどいいかなと思います。男性はさっきも言いましたが、一応多分下で歌ってるので、まだまだ全然ゆとりがあります。男性ね。で、僕が最初に出した、っていうのは女性の高さなので、これは、ここまで、いける人はちょっと地声で言ってみてください。これ今上がってきて止まってきたところ、止まったところですよ。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。どれどれどれミファソファソファソファミレド。ミとファの間の半音、その他の全音を意識してくださいね。もう一回いきます。せーの。もう大概の女子は小学校の時の合唱の指導なんかではもうここから上はファルセットなんですね。女性の場合はね、裏声を使うんですけども、最近のポップスだとここら辺がパリーンって地声で出るといいかなという
感じなんですので、ちょっと今試しに地声でやってみてくださいってお願いしましたけども無理はしないでください。普通はもうここからチェンジして裏声で地声に戻します。男性はまだまだ全然地声で大丈夫、1オクターブ下ですからね。いきますよ、1、2、3、4、ジャストチェンジ、地声に戻します。僕のレッスンでは女性もここで一旦地声に戻してもらいます。普通裏声に行ったらそのまま裏で戻ってくるのが楽なんですけどね、できればちょっとそのチェンジをできるだけ意識してほしいので地声からファルセット地声に戻りますよ、1、2、3、4。普通にどんどん上がっていきます。さあじゃあいきましょう、女性はどんどんファルセットにしていってください、一緒にやってきました。ここからちょっと別にやってみますかね。男性だとこの高さ。男子。本当に昔あの松崎しげるさんとかきっとここら辺が出るんで、かなり男性としては高い声だったんですけれども、今時はもっともっと上まで出る人がいっぱいいるので、ただ一応普通の男子はまあここまで地声で出たら全然御の字だなっていうところです。で、男性でも僕もそうですね、トップノートはB フラットぐらいまで使うこともありますけど、ほぼほぼ A にとどめてもらっているので、大体もうここら辺、もう今杖が出るんであればこの高い方のドですね、ドが出るんであれば、全然いろんな例えばミュージカルのテノールのパートでも十分に歌い切ることができると思っています。あとは裏声も使えますからね、男性でもね。はい、じゃあちょっと男性もう一回高い方いってみますよ、1、2、3、ショートして鼻から来るです、そうですね、ショートして鼻から来るです、出るかな、 B フラットです、トップノート、ファルセットだと思います。ちょっと行ってみましょうか、1、2、女子、はい、
今高い方のドまで、さっき男子がやったところと一緒ですね。男子の場合はここまで地声で出ればすごいねっていう話をしましたけども、女性の場合はまあこれが要するにソプラノでいうところのハイツェっていう音なんですね。これが出ればもうソプラノのパートもちゃんと歌えるかなという感じです。ここまで行きました。はい、じゃあ今度降りてきますね。ワンとアで行きます。はい、頭のてっぺんから口を落として鼻からです。じゃあここからは降りていくので、はい、一応スタート位置まで降りていきますよ。男子も女子も一緒に行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。鼻から出す。加えながら、一応今これが最初に言った基本になるドですね、はい、この音から下がこのファまで、はい、それで上は、ハイツェまでですね、ここから始めてここまで行きましたので、1オクターブ、2オクターブと、まあ、半分ぐらい、ちょっとやってみました。僕最終的に僕のレッスンをやってる人は大概あの裏声も入れてですよ、裏声も入れてですけど、大体みんな3オクターブぐらいは、作れていられるので、普通の方たちもちょっとレッスンを重ねていくとそうなると思います。のでみんなもまあどこまででも、低い方も高い方も合わせて、とりあえず地声も裏声も合わせて3オクターブを目指してレッスンしていければ、どんな歌でも結構歌える、楽に歌えるようになるんじゃないかなと思います。それでは最後に、もう一回このスケール弾きますんで、今日やったことをちょっと実践してみてください。1、2、3、4。
さあ、ということでですね、これからもいろんな動画をお送りしていきたいと思います。新チャンネル、タイトル決めてないけど、新チャンネルへのチャンネル登録よろしくお願いします。ここら辺に出てるはず、クリックしていただければですね、チャンネル登録できますんで、よろしくお願いします。